おはようございます。2023年3月29日水曜日の朝です。今日の体重は 65.20 でした。体脂肪率は 38.1% です。おはよう、アビラちゃん。今日は天気いいですね。太陽ギラギラで日差しがポカポカでございます。風もないので穏やかな朝でございますね。そして今日はですね、8時半にはお家を出なきゃいけないので、今すごい急いで用意をしているところでございます。そして札幌に行ってですね、今日は平石通り住川マルシェというイベントでアロマトリートメントをする予定でございますよ。まずはじゃあ左右飲んで用意します。今日の朝ごはんです。今日は私が用意している間に旦那さんが作ってくれました天津飯。ご飯の上に卵焼きを乗せて、昨日作ったひき肉あんかけをかけております。僕はこれおとついのそばのつゆの残りのお汁、これで最高です。中身はこれのね、干し椎茸、長ネギで食べます。今8時半です。じゃあ用意ができましたので、これから札幌の方に向かいたいと思います。第一生命ビル着いた。今日はこちらのビルのですね、2階と3階でイベントしますよ。じゃあですね、今こちらの入り口の方で久子先生を待っているところでございます。あ、おはようございます。あ、いいえ、持ってきます。私もあ、こんなになってます。いろいろある。よいしょ、2階に荷物をまず運びます。こちらが会場になっているようでございます。おはようございます。アロマのマッサージです。あ、そこだ。おはようございます。失礼します。おはようございます。よろしくお願いします。今ですね、ちょっともう3、2人くらいですね、トリートメントしておりまして、今私2階でやってるんですけど、3階の様子をちょっと今お客さんが入ってないうちに撮ってみようと思って、ちょっと3階の方登ってきましたよ。ちょっと見てきますね。いろいろ食べ物がいっぱいいっぱいですね。行ってみます。わあ、かご屋さんだ。小物屋さん、洋服屋さん、サンドイッチ屋さんだ。フルーツサンド、美味しそう。お肉のお弁当もいっぱいある。これがケーキ屋さん。こんにちは。あしゃ、そして今トリートメントしている2階のブースですね。こちら私のいるとこです。とってもすごい賑わってますよ。なんかこんな雑貨屋さんとか、お化粧品屋さん、パン屋さん、パン屋さん、あ、スパイスあ、おいしそう。こんにちは。熊のラーメン、こんなパイとかカヌレもある。お菓子いろいろ。で、我らのブースはこちらでございますよ。もう忙しいですけどね、今ちょっと落ち着いてますけども。よし、じゃあまたお仕事に戻ります。今日一緒にセラピストとしてですね、マッサージやってるいつもの久子先生と、下田さん、こちらです。こちらです。もう一回今日一緒にですね、マッサージしているいつもの久子先生と小島さんが、で、久子先生は北海道の介護アロマケア協会の代表理事でございます。そして小島さんはですね、キャンプセラピストされていらっしゃいますよ。いろいろ皆さん活躍しております。今日まだまだこれからありますよ。頑張りましょう。一旦落ち着いたのでお昼食べます。今日のお昼ご飯です。今日は主催者さんの方で用意してくれたお弁当を食べます。エリコロの動画、ドマッサージ中でございます。
盛況で終わりましたよ。店じまいでございます。ぬぐさん今日ありがとうございました。ぬぐさんキャンプセラピストやってます。今後も多分登場すると思いますよ。よろしくお願いします。じゃあまたね。はい、イベント終わってですね、片付けも終わってですね、出てきましたよ。すっごい楽しかったです。今日私一人で多分11名かなの方ですね、マッサージさせていただいたんですけれども、皆さんすごいいい方ばっかりで、すごい楽しくお話ししながらですね、いろいろできたので楽しかったですよ。そんなわけで今ですね、旦那さんは旦那さんで札幌で打ち合わせがあってですね、今ここのビルの前まで拾いに来てくれるのを待っているところでございますよ。じゃあ回収されたらアビラ城に帰ります。エリコロの動画、セブンイレブン寄ります。ホットコーヒー飲みます。なんか一本だけニョキッと伸びてる雲がありますよ。なんだこれ。いや、気づいたら消えちゃった。帰ってきましたよ。なんとなくふんわり明るいうちに帰ってこれましたね。今6時20分くらいですね。じゃあまずは中入ります。はい、というわけで今日も一日が終わりました。今日は札幌でイベントやってきましたよ。すっごい楽しかったです。で、今回ですね、札幌の平岸通り住川マルシェっていうイベントだったんですが、第一生命さんの平岸店なのかな の主催のイベントでございまして、めちゃめちゃたくさん人来てました。びっくりするくらいすごいたくさん来ておりまして、それで私もたくさんの人のマッサージさせていただいたんですよね。で、ヘッドとあと反応マッサージとですね、トリートメントですね、したんですが、11名くらいやったのかな私ですね。で、ほんと楽しかったですね。で、なんかもう来ていただいているお客様とか皆様ですね。で、あと第一生命の方とかもですね、いろいろ施術の方させていただいたんですけど、言えなかったけど、施術をさせていただいて、トリートメントさせていただいてですね、なんかもうすごい元気もらっちゃいました。皆さん明るくて楽しくて、でもうほんと人柄がみんな良くてですね、もう本当にいい経験させていただきましたね。本当元気をもらって帰ってきたって感じです。そんな中ですね、実はエリコロのダイエット日記をもうずっと前から見てくれて、時々コメントをしてくれる視聴者さんが来てくれたんです。本当に嬉しかった。もうですね、私がダイエットを始める前の動画から見てくれてる方でございましてですね、で何度コメントで励まされたかことか、本当に何度も何度も私の折れそうな心を救ってくれた方なんですよ。それでですね、なんかもう会った時に初めましてなんですけども、もうなんか感謝が溢れちゃって、ちょっと泣きそうになったぐらいにしてですね、ちょっと感動してすごい嬉しかったです。で、トハントトリートメントさせていただいてですね、いろいろお話しさせていただいて本当に嬉しかった。なんかエリコロンのダイエット日記をやってて、直接本当に見てくれてる方にお会いできるとですね、本当心の底からよかった、続けててよかったっていう気持ちが溢れ出てきますね、本当にですね。そんな感じでした。もう改めて今見ていただいている皆様もなんですけれども、本当に応援してくれたり見ていただいたりとかですね、本当グッとしてくれたりとかコメントくれたりとかですね、していただけると本当に嬉しく思います。なんか本当に皆さんあってのエリコロのダイエット日記だなーって、つくづくというか改めてですね感じる今日この頃でございます。いつも本当に見ていただいてありがとうございます。最近ダイエットできてませんけどね、なんか本当に やらなきゃなっていう改めて思ったりもしておりますよ。ありがとうございました。そしてですね、今日夜ご飯なんですけれども、実はまた遅く帰ってくるだろうなと思って、夜ご飯自分で作らないなっていうのを予想してたので、まあ、狙ってたんですよ。今日イベントでですね、こちらのエイトカレースパイスキッチンっていうですね、カレー屋さん出店しておりまして、この梅キーマカレー、それと無水カレー
を買ってきたんですね。なので夜ご飯はこのカレーをですね、二人で一人でこれ食べませんよ二人で食べようと思っております。はい、そんな感じでございました。あ、楽しかったな。またイベントあったらやりたいなって本当に思いました。そう、それで今日ですね、北海道介護アロマケア協会の時々ですね出演していただいております、久子先生とともにアロマのトリートメントやりまして、でもう一人ですね、協会の方なんですけれども、ですね、キャンプセラピストという資格をお持ちの方でございまして、だからキャンプセラピストといっても、キャンプをするセラピストというよりは野外の何かこうアクティビティ、野外の楽しみ方を外でアロマのトリートメントをするイベントとか、そういうのを今後もどんどんやっていくっていう方なんですね。それで4月の22日に北広島市っていう場所が、札幌からだったらそうだな、場所にもよるけど1時間とかかなの場所に、カエルキャンプ場っていうキャンプ場があって、そこでですね、またアロマのマッサージのイベントを行うんですって。なのでまたもうちょっと近くなったらですね、告知をさせていただこうと思うんですけれども、そんなこともやっている方なので、今後もですね、なんか私も一緒にできたらいいなとかって考えたりもしておりましたよ。はい、そんな感じでございました。いや本当に今日ですね、マッサージ来ていただいた方本当にありがとうございました。お待たせしてしまって申し訳ない部分とかもあったんですけれども、またぜひぜひ機会があったらですね、施術の方させていただきたいなって本当に思っておりますよ。はい、そんな感じです。で、来られなかった方とかもたくさん、来られなかった方とかっていう話じゃなくてですね、何を言おうとしたかというと、この動画を見ていただいてですね、なかなか直接はっていう、いけないなって思う方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、こうやって動画でですね、私感想を言ったりとか、動画ちょっと撮って紹介したりとかするのをですね、見ていただいて、そんなところをですね、一緒に楽しかっただろうなみたいなのを共有していただけるとですね、嬉しいなって思っております。これからもちょっと楽しい動画ですね、あげれるように頑張りますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。なんかいきなりなんか変なご挨拶になっちゃいましたけど、これぐらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。